はい、皆さんこんにちは、渡辺ルーシーです。信長の野望創造戦国立志大の続きですね。明智光秀でのプレイやっていきましょう。今回はですね、第3話ということでお届けをしていきたいと思っていますが、ここまでのところですね、信長から独立を果たしたというところまでは良かったんですけども、四方八方信長に挟まれていて、シナリオとしてちょっと立ち行かなくなりつつあるというのが現状です。ですのでちょっと目的を変えます。信長を打倒することを目的としていたところがあったんですけども、ちょっと信長だと現実的に難しいかなと思いますので、ここはもう徹底的に信長に抗うという意味で、信長が死ぬまで、まあ、寿命がね、あとどれくらい信長に残ってるか分かりませんけども、あるいは合戦でね、討ち死にする可能性もあると思いますし、いずれにしても信長が死ぬまでこの明智家を存続させるというのをですね、目標にして、今持っているこの矢上城、諸井城、まあ、特にね、矢上城を今本拠地にしてますけども、この矢上城を徹底的に守り抜くということをやっていきたいと思います。では早速続きをやっていきましょう。まあ、いろいろね、やってくれと言われてるんですけどね。では早速ですが、お金は多少あるので制作奨励、このあたりをやっていきましょう。木材が足りないと何もできないですね。木材、鉄が足りない、なるほど。であれば例によって兵糧を売りましょう。ご用を受けたまわります。で、兵糧を売った金でありがとうございました、木材とご用を受けたまわります、鉄を買っていきましょうか。ありがとうございました、ご用を受けたまわります、ありがとうございました。とはいえですね、回収もしっかりやっていかないと危ないというのもあるので、城郭施設で何を作るかですよね。金銭不足か、木材不足ね。天守も大きくしたいけどどうにもできないもんね。出丸も作りたいですよね。出丸まず作りますか。出丸を作っておかないと包囲された時に出陣できなくなるので、出丸は作りましょう。で、あと建設系ですけどね、もう一通り建設しちゃったし、寝室も現状できない。で、こっちの諸井城はもう何もできないですね。これ山あいに囲まれてて何もできない。であれば、ここは陣所などでも建てましょう。これでターンを送っていきましょう。で、調略の手は伸ばしてますので、前回最後。敵が我が城内に向かっております。次が5700の兵か、それなりの数ですね。こちらも出陣していきましょう。で、規制崩しでもいいけど、どうしようかな。ここは激励規制崩し、何を持っていくかですよね。まあこれでいいか。我が戦お見せしましょう。諸井に出陣しましょう。で、諸井をどうするかですよね。よし、まあなんとか三段はついたな。出陣します。で、こちらも兵を出していきましょう。諸井城からも兵を出して
行きましょうか。で、兵糧不足ね。どんだけだと出せんの？全く出せないじゃん、兵を。マジか。くぅ、兵糧使いすぎたのか。敵の部隊数がどんくらい来るかですけど、これはしまったな。一旦兵を返して、兵を2体に置きましょう。表情を始めましょう。先月の収支です。諸以上も縄文を強くしたいけどできないね。くそー、ここに来て兵糧を無駄に売ったのがあだとなりましたね。うん、ちょっとここはターンを振って急ぎ兵を戻しましょう。で、ここで三井手率いる本体2600に減らして、これを急ぎ諸以上に出しましょう。しましょう。さらに既成崩しに吸収などを持った荒木、この隊を続いて攻撃しましょう。これで縄文2つは守れるはずだ。我が戦お見せしましょう。行くぞ。できれば三井手のもの2体とも来てほしい。続きなさい。行くぞ。続きなさい。なるほど、左近は北から回ってきましたね。我らが行くぞ。おっと、ご覧あれ。戦に出たからには勝ちます。続きなさい。よし、引くぞ。一体は退けたので、左近続きなさい。左近の方はちょっと攻め込まれているので、縄文から離れて二の丸で向かう。続きなさい。縄文が破壊されました。これが戦の作法よ。一撃全てを褒める。私と戦うのですか。この一撃全てを褒める。もう諦めてください。承知いたしました。この攻め見切れまい。いや、三井での狙撃本当に強いですね。あと斎藤利光の狙い撃ち、この2つがあればなんか守りきれんじゃないかな。そんな気がしてきますね。出陣します。表情を始めましょう。先月の収支です。出てほしいけど、まだ兵糧は入ってきたね。7600であれば、ここは修復をしましょう。で、その上で鉄とかが全く入ってこないからな、ここは。金銭不足か、どうにもならないな。であれば、奨励もできないしね。困りましたね、これは本当に。こんなところで官位なんてもらってもしょうがないしね。
体重するのも厳しいしな。もう本当に手詰まりだ。我が領内に敵が迫っております。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。そしたら兵を出していきましょう。斉藤利光の兵を戦場へ参る。八神城に出します。で、副将に息子秀光を出陣します。浮田秀家も出てきてますね。出陣します。これでちょっと迎え撃ちますか。そしたら皆さんにこの絵をひたすらお届けするだけでかなり申し訳ない感じにはなるんですが、続きなさい。引き続きお付き合いをお願いします。いざ参る。行くぞ。秀家、浮田秀家は統率85、武勇は75になってますね。で、長船さんは統率66、武勇58ですね。で、岡利勝が統率69、武勇72になってますね。まあ、この軍勢だったら十分に押し返せるかなとは思います。これで決めます。狙撃して制服武士を使って手切れを使いましょう。これで旗を使って終わってください。攻めあえて見せよう。問題は秀家の引くぞ。で、岡利勝がどっちに向かうか。こっちか。秀家の方も退けられそうですね。私と戦うのですか。戦に出たからには勝ちます。浮田秀家も撤退させて、利勝も撤退させましたね。ここは引きます。この八神城マジ難攻不落な気がしてならない。ただ連戦になるかな。行くぞ。射程に入れた。お前に済ませたいのですが。引け。よし、カズージが不戦に応じる状態になりましたね。このまま続けましょう。池田智政も不戦には応じると。戦じゃなくて寝返りまで欲しいですからね、兵力を考えると。ご命令ください。先月の収支です。で、光秀の方はというと修復を行っていきましょう。八神城がダメージを受けましたからね。進出ができないともう何も建てられないんだよね今は。人口を増やしていきたいけど、そのためにはお
車をちょっと増設したいな。木材不足か。費用が2000、木材1600、鉄が1200で、規模を大きくするんだ。金銭不足か。とはいえ今兵糧を売るとまた自滅するんで、ここは耐えましょう。表情を始めましょう。先月の収支です。信長が死ぬのを待ちましょう。ここでね、木材とかが一切ね増やすことができないっていうのがちょっと痛いですよね。資源がないんで。そのためにはこの大御城を取りたいんだけどな。この大御城を攻めると多分信長が怒ってくると思うんですよね。で、信長に攻められるっていう状態は絶対避けたい。なんでできれば信長と同盟を結びたいんですよね。生き残るために。ただ今その信長と同盟を結ぶことはできないので、和解もできるっちゃできるんだ。まあ、ただ筒井とか浮田と和解しても意味はないので、停戦も意味ないんでやめましょう。で、援軍ってなると、例えば長宗我部にどこを攻めさせるかというと、室津城とかだったら攻めてくれるんだ。この洲本城とかね。いやー厳しいなー。まあその毛利に信長の山陰地方、まあこの辺りですよね、この辺りを攻めさせて兵力をそっちに振り向けさせる。で、長宗我部もこの淡路を攻めさせて、淡路近辺に信長の兵力を使わせる。その隙をついてこの大御城を攻めたとしても、まだね信長側って十分な決戦兵力を残してるんですよね。なんといっても西側は不安定ですけど、東側、信長の東側は徳川、北条、この辺りとはもう完全に同盟関係にあって緊密になってますからね。上杉とも信長今停戦中だし、まあ、強いて言えばやっぱりこの鈴木、明智、長宗壁、毛利、この浮田がまた邪魔くさいんですよね。浮田先に、そうだな、ちょっと方針を変えて長宗壁と毛利に浮田を攻めてもらうっていうのはどうでしょう。ちょっとこれ試してみる価値ありますよね。まず鈴木は多分何もできないと思うので、変に兵力を失わせるよりもそのままにしておき、長宗我部はこの三井市場、長宗我部のここを攻めさせましょう。で、さらに妖精援軍で毛利は攻めてくれないの今。名手じゃないが、今毛利と浮田はどういう関係にあんだ。毛利と浮田は特に何もないですよね。であれば何としても攻めてもらいたかったんだけどな。
超速壁と毛利が浮田に攻めかかれば、あるいはご命令ください。先月の終始です。弱体化させることができるんじゃないかと踏んだんですが、肝心の毛利が動かない。なんかこれ関ヶ原と同じ感じですね。毛利が動かない。何、援軍ってもしかして自分も動かなきゃ出てきてくれないのかな。だったら見せかけの出陣をちょっとしてみますか。先月の終始です。まずは我が戦あんまり兵を出すとね、痛い目見ますからね。出陣します。我が戦お見せしましょう。兵に出陣したことによって退路を断たれるっていう最悪パターンだ。これは兵を返しましょう。いや、兵を返すんじゃなくて一挙に三井市場を攻めるか。ちょっと攻めましょう。このままだ。出陣します。カズトヨか。ここでカズトヨとぶつかるのはやだ。兵を返しましょう。騎乗します。バカなことをしたな。いや、俺は帰りたいだけなんだよ。分かっておくれ。とはいえもうどうにもならないな。くそー、兵糧もない。何もできない。ご命令ください。先月の終始です。停戦はできるんだろうか。できないね。敵連合の加盟勢力とは停戦できませんと言ってきてる。ただ浮田を選択できるんですよね。しょうがない。ここは玉砕覚悟でもう突破するしかないな。進め。まずは目の前にいる坂田。ただ武勇が102。武勇102か。光秀よりも上か。こんな武将いたっけ。坂田金時であってんのかな、読み方は。攻めるのです。入ります。かなり削られますね、やっぱり金時さんは。教えてよ我が戦を。これで決まりです。御礼を済ませたいのですが。御礼とかまでしたらいけない。引きます。通りで強いわけだ。入ります。続きなさい。さあ、攻撃の激励を使って一気に決めに行きましょう。無駄に兵力を潰した上に信長を怒らせたんじゃないかっていう気がしてならないですね。我が戦お見せしましょう。ここに来て八神城に一万戦か。我が戦お見せしましょう。地獄でしかないな。先月の終始です。ここはもう兵糧を買うしかない。さっき売ったのに今度は買う。御用を受けたまわります。ただそうでもしないと。ありがとうございました。兵が出せない。出陣するぞ。
言われてる。よし、兵糧を手に変えるタイミングになりましたね。ここで兵糧を買いましょう。また金を使って。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。我が戦お見せしましょう。私にお任せあれ。進め。東を任せて北を回しましょう。続きなさい。敵の兵力は浮田8300。一方明智味方側が4000。行くぞ行くぞ。秀は撤退させることに成功したぞ。承知いたしました。続きなさい。いやー、やっぱこの八神城の守り鉄壁だわ。かつこの斎藤と明智の狙い撃ち狙撃、この2つがあるとだいぶ楽に戦えます。こんな日もある。参ります。ただもう兵力は逆転してるので、このまま生還すれば勝てるでしょう。で斎藤利光は、ここは引きます。かかれ。かしこまりました。続きなさい。敵と狙い撃ちで一人一人全てを込める退却せよ。敵将捕獲しました。ちょっと捕獲した武将は殺していきましょう。お、浮田忠家明石を討ち取り、いや捕獲しましたね。いやー、これは処断させてくれ。もう生き残るためだ。なんか微妙な罪悪感を感じてますね今。長宗我部は援軍の役目を果たせなかった。出陣してないでしょ長宗我部は。出陣してよ。出陣、こっちは一応出陣して信長側と一戦交えるという愚行を行ってしまったんですからね。出陣ぐらいはしてほしかったですよね。はい、というわけで今回も全く進展がなかったんです。本当に、ご覧いただいている皆さん退屈な思いをさせてしまったかもしれないんですが、ちょっとね、本当に何か策を講じないと勢力を広げることができずに、冒頭申し上げたようにただただ信長が死ぬのを座して待つということになってしまうんじゃないかなと思いますので、何かいい知恵があればぜひ皆さん、動画のコメント欄とかで教えていただければなと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。